はあ、ちょっとため息はつかない方がいいよ。シナプスが逃げるから。ごめん、だって幸せじゃない？だいたい一緒でしょ。というか君は？俺はレオン。あのね、仕事がないからトイレ掃除でもしててって言われてきたんだ。ああ、新人さんか。多分そんな感じ。君の名は？俺はジョータだよ。インディ・ジョーンズだね。あ、いや、ジョータ。インディ・ジョーンズはさ、なんでため息ついてたの？全然話を聞いてない。あ、ため息をついてた理由か。人に話すようなことじゃないよ。聞きたいわ。聞かないと仕事が目につかないもん。手につかないだよ。ああ、そうとも言うね。そうとしか言わないんだけど。とりあえず仕事をしよう。じゃあ仕事終わったら教えてくれる？あ、考えておくよ。こうでも言わないとやってくれなさそうだからな。じゃあやる。よし、頑張るぞ。ちょっと、そんな風に乱暴にバケツを持ったら。あ、ああ、冷た。あご、ごめん、インディ・ジョーンズ。言わんこっちゃない。ああ、びしょ濡れじゃないか。ごめん、やっぱり気になって、手がつかなくて。手？あれ？あれれれれれれ？どうしたんだ？タトゥーン？タトゥーだろうに、アイドルのグループじゃないんだ。インディ・ジョーンズ背中に入れてるんだ。水のせいで透けて見えてしまったのか。あ、違うよ、これはタトゥーじゃない。じゃあもしかして吉住？入れ墨って言いたかったんだろ。吉住は石原、どっちでもないよ。じゃあそれ何なの？もう言うよ、言ったらちゃんと仕事してくれよ。このままじゃいつまで経っても仕事が終わらない。ああ、わかった。別に聞いて面白い話でもないんだけどな。俺はインディ・ジョーンズではなくジョータ。決して某映画に出てくる考古学者ではない。そして入れ墨を入れるような思い切ったことをできる人間でもない。これは今朝息子に油性ペンで書かれたんだ。あ、おはよう。は？何？あんたなんでまだいるのよ。あ、今日は遅番なんだよ。ち、一番顔を合わせたくない人と顔を合わせちゃったわ。朝からこんな負け犬を見るなんて最悪ね。そんな言い方。何よ、事実でしょ。社長だったから結婚したのに、会社を倒産させて清掃員なんかになりやがって。詐欺よ詐欺、こんなの詐欺でしかない。すまない。謝って済むことじゃないわよ。私の人生を返して。妻の涼子は俺と結婚したかったわけではなく、社長夫人になりたかったようだ。だから社長で亡くなった俺のことを毎日のようにこうやってなじるんだよな。でもなじられてもしょうがない、俺がダメなんだから。というかさっさと言って、ショーにあんたの姿なんか見せたくないから。ショーには負け犬の背中なんて見せたくないのよ。悪影響でしょ。そうだな、すぐに行くよ。行ってくる。はあ、ああ、お母さん、おはよう。ショー、見ちゃダメ、目が腐るわよ。お父さん。おはよう、ショー。ちょっと、ショーに話しかけないでよ。あ、悪い。ショー、こっちの部屋に行きましょう。あ、ちょっと待って、お母さん。ん？何をするつもり、ショー。あのね、よいしょ。ちょっと、バッチはよ。そんなのの背中に触ったら。よいしょよいしょ、背中に落書き。汚いから出ていけ。ショー、何をしてるんだ最高最高じゃない、ショー。朝っぱらから笑わせてくれてありがとう。そうよね、こんなバッチー人間さっさと出て行ってほしいわよね。うん、そうか。俺はショーにもこんな嫌われてるのか。昔はお父さんみたいになりたいと言ってくれてたのにな。ショーは頭がいいし、俺がどれだけダメな人間かってことがよくわかってるんだろう。ほら、
早く出て行ってよ、お父さん。わかった。もう帰ってこなくていいわよ。ってことがあったんだよ。ほら、聞いて楽しい話じゃないだろ。じー。なんだい？話聞いてたのか？聞いてたよ。でもさ、背中の絵が気になっちゃって。これすっごいね。何の絵なんだろう。そういえば、ショーが何を描いたかは知らないんだよな。悪口を書かれていると思ってたのに、絵だったのか。ああ、兄ちゃん、やっと見つけた。え？ああ、ヤッホー、マモル。ヤッホーじゃないよ。ずっと探してたんだから。何してたのさ。何って、トイレ掃除だよ。暇だったから、みんなにやることないって聞いてたんだけど。ねえねえ。ねえ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 。ああ、さっきからしつこいですよ、レオンさん。何ですか？あのさ、俺暇になっちゃったんだけど、仕事ちょうだい。レオンさんがやるような仕事はここにはないですから、気が散るからあっち行っててください。散る？気が散る！決して捕まえることのできない。花火のような光だとしてももう一回もう一回。それがミスチルなんです。まあね。もうそんなに暇ならトイレ掃除でもしてきてください。さっき見たら汚れてたんで。めんどくせえ。やろっか。あ、本当に言った。まあいいや、放っておこう。ってことがあって、インディ・ジョーンズを手伝ってたんだ。兄ちゃん、暇じゃないんだよ。やることはいくらでもあるんだから。でも、ご飯食べに行ったりするだけでしょ。それも大事な仕事なの。というか、ごめんなさい。兄ちゃんが迷惑をかけて。インディ、俺はジョータだ。兄ちゃん、また変なあだ名を。というか、なんで濡れてるんですか？まさか兄ちゃんが？ああ。兄ちゃん、なんてことしてるのさ。ああ、いや、でも、わざとじゃないんだ。本当にすみません。というか、新人でもなく、この会社の人だったのか。って、あれ？この絵。ああ、守る。それはね。そんなことが。でも、この絵。何の絵なんだろうね。この形、噂帳じゃない？噂帳？わあ、本当だ。噂帳だよ。え？地図になってるのかも。ちょっと写真を撮ってもらってもいい？はい、これです。本当だ、噂帳の地図。でも、ショーはどうしてこんなもの？わあ、わかった。これ宝の地図だよ。ここにバッテンが書いてあるでしょ。ここに宝が埋まってるんだよ、きっと。いや、兄ちゃん、そんなわけって可能性はあるか。ジョータさんのお子さんが書いたんだし。でもどうして宝の地図なんかを背中に？それはインディ・ジョーンズを楽しませるためじゃない？そうだとは思えないけど。とりあえずこの地図の場所に行ってみましょう。きっと行けばわかると思います。そうだね。そして俺たちは3人でその地図の場所、学校の裏山に行くことに。ここら辺じゃないですかね。でも目印の岩がないね。ですね。ハートの形、そんな岩は見当たらない。ああ。どうしたの兄ちゃん、大丈夫？ああ、つまずいちゃって。あ、これじゃないですか？ハートの形の岩。本当だ、レオンくんナイスだよ。ああ、やった、褒められちゃった。俺、転んで褒められるの初めて。だろうね。掘ってみようか。よいしょ、よいしょ。ん？何か出てきた。これは、お菓子の缶。ここに一体何が入ってるんだろう。よし。ん？これはなんだ？
ボイスレコーダーじゃないですかね。ボイスレコーダー、なんでこんなものが。聞いてみましょうか。ああ、ボイスレコーダーを再生してみると、そこには信じられない内容が録音されていた。ちょっとショウ、早くマッサージして。うん、わかったよお母さん。もっと力を入れなさい。あ、ごめんお母さん。この下手くそ、ちっとも気持ちよくないじゃない。あー、むしゃくしゃする。ちょっとそこに立ちなさい。お母さん、ちゃんとやるから、お願い許して。ダメよ、許さない。私はね、あの旦那のせいでストレスが溜まってるんだから。そのストレスは同じ DNA を受け継ぐあなたが受けなさい。さあ、今日もたっぷりお仕置きしてあげるから覚悟しなさいよ。何してるんだ。は？なんであんたがいるの？まだ仕事中のはずじゃ。そんなことより、ショーに何をしようとしたか言え。何もしようとしてないわよね、ショー。お母さんは僕に何もしようとしてないよ。お父さん何言ってるの？ほら、ショウ、こう言ってるじゃない。言わせてるだけだろ。もう全部わかってるんだ。このボイスレコーダーにお前がショウにしてたことの証拠が入ってるんだよ。ボイスレコーダー？再生してやる。そのボイスレコーダーには涼子がショウに手を挙げ、ショウが泣き叫んでる声が入っていたんだ。ボイスレコーダーで聞いた様子だと、涼子は日常的にそういうことをしていたようだ。つまり、俺の背中にショウが地図を描いたのは俺への SOS だったんだ。何よこれ、ショウ、あんたの仕業よね。誰にも言うなって言ったのに何してるの？え、言ってはいないよ。そんなのへりくつでしょ。ショウを責めるんじゃない、悪いのはお前だろ。どうしてこんなことをしたんだ。どうして？あんたのせいに決まってるでしょ。あんたが社長じゃなくなったせいで、私は社長夫人じゃなくなった。そのせいで贅沢が全くできなくなって、毎日ストレスが溜まるようになったの。だからあんたの顔によく似てるショーをサンドバッグにして、そのストレスを発散してたのよ。お前、とりあえずこんなことしたんだから、ショー、あんたにはお仕置きをしなきゃね。やめろ。あんたは黙ってなさい。もし一歩でも動いたら、ショーをもっとひどい目に遭わせるわよ。このナイフで傷つけるといいかも。あんたがその場にいるって言うなら、殴るだけで済ませるわ。自分に似たショーがナイフで切り刻まれるところなんて見たくないでしょ。だったらその場でショーが痛めつけられるのを見てなさい。ショー、逃げるんだ。逃がすわけないでしょ。大丈夫お父さん、罰が当たったんだよ。お母さんに嫌われないため、もっとひどいことをされないため、お母さんの機嫌を損ねないために、お父さんに悪口を言ったりしてたから。それはショウが悪いんじゃない。そう言ってくれてありがとう。こんな僕を助けようとしてくれてありがとうねお父さん。でも僕本当に大丈夫だから。行くわよ、歯を食いしばりなさい。そう。おりゃー。は？何？おいしょー。マモル、引っ張るのを手伝って。うん、よいしょー。ギャー、痛い。レオン君、マモル君、外で待ってるって言ってたのに。なんだか不安になって侵入して天井から様子を見てたんです。そんなことより今のうちに翔くんを。そうだ翔。あ、お父さん。よいしょ。痛い。引っ張らないで、引っ張らないで。その後俺は警察に通報し、しばらくするとおまわりさんたちが駆けつけてくれた。なんですかあれ、すっぽんをつけた変態がいますよ。いかにも犯罪を起こしそうな容姿をしてるわね。違う、つけたくてこんなのつけてるわけじゃないわ。こいつらにつけられたのよ。つけたっけ、守る。いや、記憶にないね。つけたでしょうが。そんなことより
この妖怪が翔くんにひどいことをしてたってのは本当？はい、このボイスレコーダーがその証拠です。ひどい、こんな泣き叫んでるのに。信じられないわ。別にいいでしょ、うちの子に何しようが。ただのしつけよ、しつけ。ナイフまで出してしつけとは言えないと思いますけど。ナイフなんて出してないから。ちゃんと証拠の写真を撮ってますから。許せないわね。私は子供に手を出すような人間が一番嫌いなの。サトル、接着剤を。接着剤？さっき持たせたでしょ。 XNR6852E3 を。これって接着剤なんですか？ええ、XNR6852E3 は現在世界最強の接着剤よ。そんなものを何に使うつもり？こうするなよ。何するの？やめなさい、そんなものつけないで。これでこの人は一生ラバーカップと過ごすことになるわ。うわ、別に引いてなんかないんだからね。黒金署の浅見姉さんにもらっておいてよかったわ。よし、じゃあこの人を警察署に連れていくわよ。いやー、そこを引っ張らないで。痛い、痛いって、痛い。そうやって連行すると思いましたよ。便利よね。これから犯人は全部こうやって警察署に連れていくよ。署長の総一郎さんに提案しようかしら。絶対に却下されますって。というか、こんな風に連れてきたのバレたら総一郎さんにめちゃくちゃ怒られますよ。そう、じゃあ残念だけど諦めるしかないわね。とりあえず行きましょう、サトル。痛い、引っ張らないで。うわー、守る、俺も後でファウルカップつけて引っ張られてみたい。ちょっと楽しそう。兄ちゃん、正気？ファウルカップじゃなくてラバーカップだしね。こうして涼子は逮捕されることになり、俺は涼子と離婚をした。涼子のラバーカップはこのまま一生取れないそうだ。そのせいでどこにも雇ってもらえず、生活費と養育費のために借金をすることに。おい、今月の分の金が振り込まれてねえぞ。どうなってんだこら。すみません、払うつもりはあるんですが、どこにも雇ってもらえなくて。まあそうだろうな、それは俺たちも予想してた。じゃあ待ってくれるんですね。待つとは一言も言ってねえだろ。でもお金はない。他の消費者金融がてめえに貸さない中、俺たちがてめえに金を貸したのは必ず借金を回収できると思ったからだ。てめえには YouTube に出てもらう。YouTube？ ああ、ラバーカップが一生取れない人間とか超面白えだろ。一生 YouTube で滑稽な姿を晒して借金を返していけ。嫌よそんなの。てめえに選択肢はねえんだよ。まあ東京湾に沈むって言うんでもいいけどな。こうして涼子は闇金を経営してるヤクザに無理やり YouTube をやらされ、コツコツと借金を返済しようとしてるそう。ただ借金は10日で1割の利子だから延々と働くことになるだろう。ごめんな師匠、気づいてやらなくて。ううん、お父さんは悪くないよ。翔があんな伝え方をした理由は、涼子が翔を俺に接触させようとせず伝える時間がなかったからだそうだ。だから学校の帰りにこっそり裏山にボイスレコーダーを埋めていたんだとか。ボイスレコーダーを使ったり地図を書いたり。本当に翔は賢い子だよな。もうこんな思い二度とさせないから。うん。って、あ、そういえば仕事。仕事なら大丈夫ですよ。いや大丈夫じゃない。大丈夫ですって、ここに城太さんの清掃会社と契約してる人間がいますから。え？兄ちゃん、実はあの会社の社長なんです。嘘？本当だよ。ちなみに俺は副社長。
だから俺たちからジョータさんの会社に伝えれば大丈夫です。まさか二人があの会社の経営者だったなんて。そうか、でも食べるの仕事って言ってた、あれは会食のこと。そういうことです。ねえインディ・ジョーンズ、うちの会社に来ない？え？あ、それいいね兄ちゃん。うちの会社なら翔くんを育てながらも働けると思います。フレックスタイム制ですし、残業もありませんから、育児のために勤務時間を短くすることも可能です。どうかな。働きたい。でもいいのかい？俺は特に何かできるわけじゃ。いつも掃除してる姿を見てるけど、とっても丁寧で使う人のことを考えてくれてるって感じてたんだ。みんな気持ちよく働けるって感謝してるし、そんな君といつか一緒に働きたいと思ってたんだよ。ねえ、何もできないわけじゃないよ。兄ちゃんの言う通りです。すごいねお父さん、そんな風に褒めてもらえるなんて。やっぱりお父さんはすごいや。レオン君、お願いしてもいいかい？もちろんだよ。これからよろしくね、インディ・ジョーンズ。よろしくお願いします。ところで兄ちゃん、どうしてあの時トイレのスッポン持ってたの？トイレ掃除の途中で会社出てきちゃったでしょ。それで置いてくるの忘れてたんだ。嘘、ずっと持って歩いてたんだ。気づかなかった。こうして俺はうぐもりグループに入社することになった。情けない父親だけど、せめて妻と息子が不自由のなく暮らせるように頑張ろう、そう思って頑張ってきたつもりだったけど、ショーにあんな思いをさせてしまってたこと、本当に大反省だ。これからはショーが頼ることができる父親になるために頑張らないとな。Thank you.